やっぱりもうみんな自分のことでいっぱいいっぱいだから、しんどい時はやっぱしんどいって言うべきだし、無理な時はお願いねって甘えるっていうのも、こういう病気になった時はすごい大事だと思うしね。今日はね、杉浦隆之君に来てもらってますが、はい、いろいろ今もがんと向き合ってね、大変な生活されてる方も多いと思うんですけども、タカちゃんが実際に体験されてきたことっていうのをですね、もうちょっと具体的に聞かせていただきたい。そうですね、やっぱご縁がすごく大事だなと思っていて、まずはね、両親のおかげで自分が生きるスイッチが入った、さっき話したようにあるんですけど、看護学生がですね、また次のスイッチを入れてくれたんですよ。どんなスイッチかっていうと、散歩に連れてってもらった時に、もう僕が手術して化学療法で全然怪我が全くない時に、車椅子で連れてってもらった時に、彼女が言った言葉が、杉浦さんの夢って何ですかっていう言葉だったんですね。まさかと思いました。こんな自分に夢なんか聞くなよと思って、こんな俺に今夢聞いた、冗談じゃないって怒りがもう出そうだったんですけど、ちょっと待ってと思って、こんな自分が夢を見ちゃいけないとか、もう未来はないって決めてるのは誰だって思った時に、紛れもなく自分だったんですね。自分が自分の限界を決めるなんてかわいそうだなって、病気だからもうこの人生終わりだって勝手に決めてたなと思った時に、この夢を聞いてくれた彼女にすごくなんか感謝の気持ちが湧いてきて、あ、夢見ていいのかもしれないと思った時に、自分のこう問いかけが始まって、何やりたいんだろう、夢ってそうだよね、まだ未来は起きてないし、なんだろうなってふと扉を開けたら、ホノルルマラソンに行きたいっていう風にその子に答えてたんですね。その自分の言葉によって勇気づけられて、ホノルルマラソンに行きたかったんだ、今夢語っちゃったねって、そう思った時に、それが自分の中で入院中にいろんな治療を乗り越えていくモチベーションになりました。いつかこの治療が終わって元気になってホノルルマラソンに行こう、先がその時に見えたんです。見えたというか見たというか、で僕が良かったのが妄想家だったんですよ。いろんなことを妄想する癖があったんで、ホノルルマラソンを走ってね、ゴールするシーンを寝る前にいつも描いていて、しまいにはもう号泣するんですよね。ゴールした時の感情がもうわーっと溢れてきて、本当に枕を濡らしながら毎晩のように寝ていました。そこに奥さんのエピソードが出てくる。そうなんです、夢を描くとね、いろんなやりたいことがいっぱい出てきて、独身だったので、ゴールに奥さんが待っていて、ゴールで抱き合って、次の日ハワイの教会で結婚式を挙げられたら、なんて素敵なんだろうって思った時に、もう本当にさらに興奮しまして、その時奥さんとはまだ出会ってないんだよね。出会ってないですね。彼女いないのにそういう妄想をしてるというね。そうなんですよ。思いついちゃったんですよ。なんで思いついたのかわからないんですけど、やっぱり次に何がやりたいんだろうって、看護学生に何がやりたいんですか、夢は何ですかって聞かれるまでは、もう未来を見たくなかったんですよ。だけど自分が決めてたって思った時に、結婚も諦めてたなと思って出てきたんだと思いますね。じゃあ一緒に叶えちゃおうと思って、ホノルルマラソンの夢、結婚の夢、一緒に叶えられるって思って、それを夜な夜な描くようになりました。先生の本のタイトルの病気が治る予祝思考、本当にまさに予祝という言葉知らなかったんですけど、予祝をしていたんだと思います。そうです、ね、結婚式のシーンも思い浮かべて、辞める時も止める時も、あなたは誓いますか、一人でやってました。号泣でした。それが最初にイメージしなしてから実現するまでどれぐらいの時間があったの？9年かかりました。9年6年後は一人で単独で、まあ、仲間とホノルルマラソン行って、それから3年後に本当に出会ってですね、まさかホノルルにいて結婚式、彼女が僕の夢を知っていたので、一緒に叶えようよって言ってくれる、あの時描いてた夢の通りになっていくんだっていう不思議な感じでした。僕は結婚できれば実は夢のことはもうね、どっちでもよかったんですけど、抗がん剤もして手術もしたから、お子さんもできないんじゃないかって一時期思ってたんだよね。で今はあんま2人今僕らもね、本当に気をつけないといけないなと思うんですけど、医者がもう治りませんとか、結婚できませんとか、子供できませんとか言っちゃうと、大抵の人はそれ飲み込まれちゃって信じちゃうんだよね。言われてないんですよ。言われてないの？自分が思い込んでたんです。ああできない、もう無理って言われたわけではない。大概言われる人が多いじゃない、現場ではね、僕の経験ですけど。でそれをみんな信じちゃって、もう絶対治んないって決めつけてる人が多いんだけど、言われてなかったんだ。結婚とかはね、病気は治んないって言われた。それは自分には言われてなかった。自分は普通の腎臓がんの人じゃないというふうに、もう再発する可能性が高いっていう、うん、そこまでですね。実際具体的にやってきたことって、食事も当然変えてきたし、はい、あとどんなことをやりました？まあ、手術、抗がん剤治療、その後食事療法はゲルソン療法、マクロビオティック、まあ、いっぱいヨガ、気候、お札。タカちゃんの本の中ですごい印象的に残ってるエピソードとして、はい、食事にこだわりすぎてた時に焼肉屋に連れて行かれてっていうエピソードがあったけど。そうなんです。一切肉食やめてた時期があって、まあ、砂糖も取らないようにしてた時に、一緒にご飯ちょっとお世話になってる人と食べた時に、僕はね、口癖のように、あ、これ食べると腸閉塞になるとか、これ食べるとガンが増えるって口に出して言ってたんですよね。周りの人はそんな楽しくないですよ。これ食べるためにあどうしようとか言ってたんで、そのお世話になってる人が、
それを僕に怒ってくれたんですよね。まあ、そんなことを言ってるから腸閉塞になるし癌になるんだぞ、体調が良くならないんだって言われて、その思いがそういう現実を引き寄せてる、これ食べると腸閉塞になるんじゃないかとか、その言葉が思いが引き寄せてるんだって言われて、焼肉焼くぞって約束させられて、次の日焼肉屋に連れていく拷問のようだと思ったんですけど、感謝して食べれば世の中に悪いものはないんだって言われて、本当に手合わせて感謝して食べたらすごく美味しくて、腸閉塞は起こらなかった、起こらなかった、起こらなかったっていう食事だけじゃなくていろんな治療もやっぱりそうやってこだわりすぎるっていうのが、あまりそういうの言霊が自分にそういうことを引き起こせてたみたいな、これやらないと病気再発しちゃうとか、そういう思考だったと思います、うん、健康法やるにしてもこれやらないと体が悪くなる、これやると良くなるじゃなくて、そういう感じ、なんかちょっと義務的にねばならない的にやってたと思う。そっかそっか。でそれに対してホノルルマラソン走ってゴックさんとゴールで抱き合うっていうのに関してはそうなったらいいなって素直に思えた。そうだ、考えてみればそうですね。いや、いろんな時期があるんですよ、やっぱり波があって、うん、まあ、当然みんなあるよね、思い描いたけどすんなりかなってないんですよ。6年9年かかってるので、最初はやっぱり低迷してましたね。僕らでも頑張ってない患者さんが一人もいなくて、やるんだけど人間って機械じゃないから、治療頑張ってやったからってこう比例的に良くなるわけじゃなくて、みんなこう波があって、この落ち込んだ時に相談されると、僕もねどう声掛けしていいかいつも分かんなくなっちゃうんですけど、今日も患者さんの前でこういう話すると怒られるかもしれないですけど、自分の頭の中でパニックってるんですね。なんて言おうなんて言おうって、どういう声掛けしていいのかと、余計なこと言っちゃうとそれがまたインプットされて、それが現実化したらやばいしなとか、茶化してもダメだしな、どうしようどうしようって、毎日そんなこと考えてるんですね。一応考えてます。あら、もうお疲れ様です。ありがとうございます。みんなね、なんかじゃあみたいに前向きに考えてくれるといいんですけど、そうじゃない人もたくさんいるし、本当にどう声掛けしていいか分かんないぐらいの状態の人もいるので、意外に大丈夫ですよなんて言えないから、だからそういうパターンもあるんだけど、もうたくさん相談されるでしょ今。そうですね、同じ病気の人からね、はいはい、どういう声掛けとか意識掛けとか意識してますか。僕自分で処理できないので、あの人に会うといいよ、三浦先生に会うといいよその手があって、その手をやっちゃう先生からの紹介も多いんですよ。じゃあ次からタカちゃんのとこ行っといて、よくあるんですよ三浦先生に聞いたとか、幸いになすりつけあって、なすりつけるって、ね、なすりつけって失礼なこと言いました。自分の限界を知ってるので、同じ病気で報告された方の方がいいと思うよって言って、その人の名前をもちろん許可を取ってつなげたりとか、つなげることが多いですね。やっぱりもうみんな自分のことでいっぱいいっぱいだから、はい、そんなに人間ってキャパ広くないからね、はいはい、しんどい時はやっぱしんどいって言うべきだし、無理な時はお願いねって甘えるっていうのも、こういう病気になった時はすごい大事だと思うしね、うん、だからそういう意味ではチームメッセンジャーみたいにみんなでチームとしてやって支え合うって、はいはい、治った人いるよ、あそこ行ったら会えるよっていう患者会みたいな、患者会って言ったら怒られますけど、そういうグループがあるって、僕らもすごい心強いんですよ、ね、はい、患者会っていくつも知ってるんだけど、平均年齢が高くて厳しいところだとどことは言えないんですけど、とにかく玄米菜食をしないといけないとか、なんとか療法しないといけないとかってルールみたいなのがあってね、それを言うこと聞かない人はあいつどうせ治んないやって陰口叩き合ったりして、全然支え合ってないなっていうような団体もあるんだけど、タカちゃんのとこはまあ平均年齢も確かに若いし、明るくみんな取り組んでるのが僕はすごくいいなと思うね。やっぱりね、うちのクリニックも院長が脳天気なのがいいんだろうなと思うけど、タカちゃんの団体もタカちゃんが脳天気なのがいいんだろうなと脳天気なのと弱いからいいんですね、弱みを見せれる強さっていうのがね、やっぱり病気の時っているんでね、場が大事です。そういう場があるっていうことが、そういうところに行きなよとかお誘いしたりとか、うん、そういうふうにして、もう理屈じゃない、体験してもらうしかないので、こうしてアドバイスすることよりもとにかくおいでとか、うん、来れるなら来てよっていう形でお誘いすることありますね、うんうん、あと一旦治ったっていう寛解の状態になってるんだけど、再発に対する恐怖みたいなんてある？20年ぐらいまではあったんですけど、そこの再発の対しての不安はないんですけど、うん、新たな方がありますね。新たな方がね、うんうん、病気の方が一旦消えてもね、消えなくても落ち着いても、はい、どっかで皆さん恐怖心ってあるじゃないですか、うん、はい、また悪くなったらどうしようとか、転移したらどうしようとか、はいはい、うん、そういう相談を受けた時ってどういうアドバイスします？そうですね、そうなるとちょっと精神的な話になっちゃうんですけど、そうなるとは限らない、まだ未来はやってきてないし、うん、まあ、そうならないために何かをやるっていうのも、まあ、ちょっと後ろ向きな考えなので、そうなる自分も目を背けちゃうといつまでもやってくるので、ちゃんと受け入れながら、不安であったり、うん、再発の不安があることは誰でもあるし、それは普通だし、それを否定しないでいいんじゃないのっていう、不安ばっかりいつも抱えてるわけじゃないので、希望を見たりとか、不安と友達になるっていうのは変ですけど、あることを否定しないで、みんなあるんだよっていう風にみんなで分かち合って軽くしていこうっていう、そういう感じですかね。そうですね、はい、僕も同じこと言うんですよね、はい、恐怖心って絶対なくならないので、目を向けてもしょうがないし、戦ったってなくならないし、はい、ある
るんだったらあるでいいから、それとどう付き合うか考えようよっていうだけの話なんで、うん、タカちゃんがさっき言ったみたいに今回と同じ病気じゃなくてもいつか違う病気になることも誰でもあるわけで、それを気にしてたらもう生きていないよねっていう話になっちゃうんで、僕はなったらなったでできることあるからなる前提で考える必要はないんだけど、なったらなったで今までなんとかなってきたんだからこれからもなんとかなるって言って、また時間が経ったら新しい薬もできてるかもしれんしいうようなお話をねすることが多いんですけど、この恐怖って絶対、まあ、死に対する恐怖って人間絶対なくならないので、まあ、そこにどう上手に付き合っていくかっていう感じだよね、はい、僕はね大丈夫アイテムって呼んでて、うん、自分の中に大丈夫なアイテムをいっぱい用意しておくんですよ、うん、もし再発したら三浦先生に会いに行けばいいとか、もし再発したらこれをまあ飲めばいいとか、そういうものあるとその不安が軽くなる。確かに、ね、この人に会いに行けばいいとかっていうのを頭の中でイメージしておくと、うん、もし再発しても終わりじゃないんだっていうふうに最終的に思えて不安が軽くなるっていう感じですね、うん、なるほど、それは大事だよね、はい、そうですね、そういうのをね見つけとくとか探しとくとかってすごい大事だと思いますね、はい、大丈夫アイテムはいっぱいありますので、うん、うちのクリニックも結局前の主治医の先生から恐怖心を植え付けられて、それで相談に来るっていう人がすごい多いんですよ、うん、下手すると患者さんの6割7割ぐらいの人が前の先生のクレーム言ってるかな、ひどいことやりたい、本当に落ち込んだらうち来て僕と喋ってねっていつも言うんですけど、気分変えに来てくださいっていうふうに言うんですけどね、やっぱりそういうちゃんと相談できる場所とか自分のスペースを作っとく、アイテムを作っとくってすごい大事ですね、はい、そういう意味ではこのチームメッセンジャーっていう場がすごくがん患者さんにとってはすごく大切な場になってるんだろうなと思います。今会員さんっていうのかな、メンバーさんってどれぐらいいるんですか。メーリングリストでつながっている緩いつながりなので、会費とかを集めてるわけではなくて、チームメッセンジャーとメッセンジャーは違っていてですね、チームメッセンジャーはがん患者さんで行くハワイホノルルマラソンツアーの参加する仲間であったり応援する仲間がチームメッセンジャー、メッセンジャーは僕個人の発行するマガジンということですね。マガジンは千何百人の読者ですね。ちょっとコロナで行けなかった間がありましたけど、皆さんね、ホノルル、はい、ホノルマラソン、がんサバイバーホノルルマラソンツアーっていうのができていまして、毎年そこに行けるって思うだけでね元気になりますよね。ということでね、今日も貴重な時間いただきましたけど、はい、これからねますますの活躍っていうとがんの人が増えるみたいで嫌なんですけど、そうじゃなくて世の中の方々をねより多く勇気づけてね活動していっていただけたらいいかなと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ご清聴ありがとうございました、はい。